こんにちは、冷戦です。今日は2月4日火曜日になります。絶食660日目で、天気は晴れですね。睡眠時間今のところ7時間、現在時刻は午後1時16分ってところです。で、今日はこれ1がラスト1本あるんで、それ使っちゃって、あと買い出しで有機豆乳と、あとグリーンスムージーだね、まあ、この辺買ってこようと思ってます。それぐらいかな、それぐらいですね。そしたら、絶食660日目始めていきます。今日の1杯目っていうか、フレッシュジュース作っていきます。これで1キロ、まあ大体だけどね、1040なんで、まあ1キロってことでいいでしょう、うん、こんだけ使って今日も作っていきます。まあ、20秒ってとこですかね。850ってところですね。そしたら水、神社の井戸水を300で、活性器、グリーン活性器大さじ1杯。で、塩抜き回すを 1g ですね。ちょっと入れすぎたけど、 1.6、他ので調整するんで、したらこれ飲んでいきます。まあちょっと前に帰ってきたとこです。で、買ってきたので、これデルモンテの食塩無添加野菜ジュースだね。これ買ってきちゃったんでまあ今日中に飲むからまあいいかなと思って、まあ、なんとなくね、なんとなく買ってきたんで、これ飲んでこうと思います。900g だね、900g 入ってるんで、うん、これと、あと他にも、買ってきたものがあるんだけど、まあそれは飲むときに、うん、で、飲むときでいいもんで、うん、まあ今日だけは、まあ他のものを、ちょっと取ってもいいというか、まあ取るけどね、別に。今後でも取るけどね。そしたらこれ飲んでいきます。で、次入れてきます。これ1を250、今フローから上がったとこですね、うん。なんかね、アトピタあんまり塗る気にならないね。で、有機豆乳250、うん、なんか微妙に肌がね痒くなるんだよね、アトピタ塗ると、うん、あんまり良くないね。あれ油の方がいいな、うん、菜種油とかで、活性器大さじ1杯、うん、紅花油とか、こっちの方が塗るんならね。
ただあのアタピタの方がベトつかないけどね、さらっとしてするから。で塩抜きます。 1g したらこれ飲んでいきます。で次入れていきます。これ1を250と有機豆乳を250で活性液大さじ1杯、で、ぬち回す 1g したら、これ飲んでいきます。で、次入れていきます。これ一応250、もう割とお腹いっぱいなんだけどね。で、有機豆乳を250で、活性液大さじ1杯、で抜き回す 1g したらこれ飲んでいきます。で次入れていきます。これ1を250、これでこれ1全部、消化完了ですね。準備は整ったってとこですね。あと明日から本格的に実験始めていくってとこです。で有機豆乳250、もうお腹いっぱいだけどね。で活性液大さじ1杯塩抜き回す 1g たらこれ飲んでいきます。これ、今こぼしちゃってね、まずいねこれね、この状態だね今。どうしよっか、どうしよっかなこれ。次入れていきます。グリーンスムージーを250でもさっきまであのちょっと脱出ゲームをやってたんだけど、やっぱダメだな脱出ゲーム、やるとものすごく疲れるな。ダメだな、絶対やっちゃダメだなあれは。で有機豆乳を250、まあ別に普通の生活してる時ならいいんだけど、この絶食中は絶対やっちゃダメだな。ゲームやっちゃダメだなやっぱり絶食中は。分かった、もうちょっとゲームは封印しといた方がいいな。で活性液大さじ1杯、ゲームは封印して、あれなんか熱いかなこれ、ちょっと熱入れすぎてるかな。で抜き回す 1g、とにかく若が、まあ、あの不老不死が成功するまではゲームは封印した方がいいな。でもなやりたいんだよな、何もないのつまらんで。まあノベルゲームで良さそうなやつっていうかな、あんまりそのなんか殺伐としてないやつっていうのかな、まあそういうの今2つだけね、2つだけなんか良さそうなのあるもんで、あんまりあの負担にならないっていうか疲れないゲームっていうか、まあ、ゲームって呼べるか、まあ単に読み物って感じだけどね、まあそれだけにしとけばいいかなってとこです。そしたらこれ飲んでいきます。今日買ってきたやつの中のこれ、カゴメのグリスムージーシリーズのきなこ&ナッツミルクってやつだね。これ
アーモンドペーストとかヘーゼルナッツペースト、カシューナッツペーストで、pH調整剤、香料、乳化剤、ビタミン C が入ってるね。330ミリ、つまり1リットルの、まあ、3分の1ってとこだね。うん、まあ明日、今日か明日かどっちかで飲もうかなと思ってて買ったやつなんだけど、うん、今からまあ飲んじゃうと思います。うん、無添加って書いてあるけど、添加物、乳化剤とか pH 調整剤は入ってんだよね。うん、砂糖、甘味料、増粘剤は無添加。うん、ちょっとなんかあの書き方がちょっとな、うん、あれだけど、うん、まあ味の方、味はあんま美味しくないな。なんか薄い感じだね。なんか薄くてしょぼい感じだな、これ。あんま美味しくないな。あんまナッツとかの、なんか味わいとか、なんかあんま感じられないね。なんだろうこれ。寒天かな。なんか変な味がするな。あんま野菜ジュースっていう感じもしないし。寒天かな、寒天の感じが強いかな、これ。ゆっくり飲むと、まあなんか甘さを感じるけど、お菓子のような甘さだね、これ。美味しくないな、これは、いまいちだな。いまいちだ。まあとりあえずこれ飲んでいきます。で次入れていきます。グリーンスムージーを250、さっきのナッツミルク、やっぱ飲むとあれだね、ちょっとなんかお腹の調子悪くなるな、ちょっとね、やっぱ良くないな、あれ、ああいう乳化剤とか入ってるやつはやっぱ避けた方がいいかな。なんかちょっと良くない感じがあるね、体に入れるとね。で有機豆乳250、あんまりあの添加物入ってないやつならいいと思うけど、精液大さじ1杯、そうするともう味のバリエーションがほとんどなくなっちゃうんだよね。で、ヌチマースを 1g、 普通に食事とってる時だったらいいと思うけど、絶食中は避けた方がいいかもな。したらこれ飲んでいきます。おはようございます。今正午12時13、4分ぐらいですね。そしたら今日もいろいろ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面で側面と背中。
70ですね。血圧測っていきます。112-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は7時間ほどとっています。午前2時半から9時半までの7時間ですね。で、ウォーキングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度午後2時ごろ計測で23度、湿度は 22% でした。で、飲んだもの、野菜ジュースが 2730ml で、野菜汁は0ですね。で、豆乳が 1500ml で、果物ジュースは0ですね。で、果汁が 850ml、 これみかん 1kg 使っています。 EM みかんですね。で、水は300になります。で、合計が 5380ml で、水300のため実質は 5080ml ですね。なので今日は 5.1 リッター絶食です。なんか今日もちょっとなんか気持ち悪くなりそうな感じがあるな。これ寝すぎだな、やっぱり寝すぎがいかんな。今日はね、9時には起きたんだけど、その後、布団の中でちょっとゆっくりしてたもんで、3時間ぐらい。それがいかんかったかもな。やっぱあんまり横になってる時間が長いのは良くないかもなってとこですね。で、活性液は大さじ7杯。塩ヌチマースは7グラムってところです。で、尿回数は15回出てて、濃さ薄め、あと完全無色、量は平均的な量から少し多い時がありました。大便は0回です。今日は大便出てません。おならは時々ありで、匂いは少し臭いってところです。まあ、そんなきつい感じではないんだけど、少し匂いがあるなっていうところですね。で、今日の計測時刻は午後1時ごろに計測しています。昨日よりも1時間ほど遅いですね。まあ 0.1 キロぐらい減ってるってことになります。体重は 61.35 キロ。昨日に比べて変化なしですね。なんで昨日と同じ時間に測ったら、まあ 0.4、まあ 0.1 キロの増加ってことになりますね。もうすでに 0.1 キロ減ってトントンなんで。で、BMI は 19.4 で変化なし。体脂肪率は 12.5% でマイナス 0.6% の減少です。なんで今日体重は変わってないんだけど、体脂肪率だけドーンと下がってるんだよね。なぜか。よくわかんないね。で、血圧 112-73、最高血圧マイナス7、最低血圧マイナス6なんで、なんで今日はね、体重変わってないんだけど、体脂肪率と血圧だけはドンドンって落ちてんだよ。そういうことだ。よくわかんないね、これ。で、脈拍70でプラス3、ウエスト70で、これは変化なしです。まあ、あれ、ウエスト 70? 違う、5ミリの減少ですね。ウエスト5ミリの減少です。体重変わってないのに5ミリ減るってのもちょっとおかしいけど、でも体脂肪率が少し下がってるしな。よくわかんないね、この辺ね。ウエストは細くなって体脂肪率も細くなってるけど、全体の体重は変わらないっていうところだね。なんだろうね。で、今日の気づき、まずデルモンテの今日飲んだ野菜ジュースだね。あれはね、正直ね、美味しくなかった。薄い、味が薄い、なんか全然旨味がない。前も話したっけ。前、多分あれ前にもね飲んでるんだわ。その時になんて言ってたか覚えがないんだけど、今日飲んだ感じだとね、明らかに足薄いんだ。味が薄いで美味しくない。おすすめはできない、できない、ね、あれは。あれ買うんだったら小祝のやつ、昨日キリンのね、昨日だっけ、昨日飲んだやつ、小祝のやつの方がはるかに美味しいし、もっと言えばコレイチの方がいい。カゴメのコレイチの方がいい。もう絶対そっちの方がいい。で、デルモンテに関してはね、前にアラゴシリッチってのを飲んでるんだよね。あれがね、割とまだ良かった。あれ、トーヤミックスにした時に結構美味しかった印象。確かそんな記憶がある。デルモンテのやつ買うんだったらアラゴシリッチの方を買うって、
今日飲んだやつは買わない方がいいな、あれ。あ、美味しくない。うん、まあ買うならこれ1が一番いい。あとはまあ荒越リッチか、あとまあ小祝のやつか。他にも何かあったっけ。伊藤園だったら1日の野菜だったかな、1日分の野菜ってやつだったかな、あれがまだ良かったけど、まあやっぱ比較的は値段の高めのやつの方が美味しいわな、当然な。ただ安いやつはね、まあ本当に味がないっていうか、全然うまみがないもんで、やめた方がいいなって思った。まあそんなところですね。あと今日ね、塩の入ってない活性器、糖蜜で作った活性器を胸に当てて、で落ち着きが出るかどうか、落ち着くかどうかっていうのを試したんだけど、ね、ダメだった。全然ね、変わらなかった。スーッと落ち着くような感覚はね、全くなかったんだわ。だもんでね、普通に糖蜜で作った活性器を作っても役には立たない可能性があるね。あれ、日数的には9月に作ったやつで、まあ、100日ぐらいは経ってるやつだから、で昨日紹介したやつも100日経ってるやつだけど、違いといえば塩が入ってるか入ってないかなんだよね。で塩の入ってない活性器は今日試したらね、全然ダメだったね。役に立ってなかった。全然精神がスーッとなる感じがなかったもんで、胸にここに当ててね、試してもね、あれなんで、精神に効果のあるもの、ある活性器っていうのは塩を入れた活性器だね。塩の入ってない活性器は、役に立たない。だもんで、作るときには塩を必ず入れた方がいいな。だから1.5リッター、まあ2リッターの中に、塩を大さじ2、3倍だね。粗塩2、3倍は入れた方がいいな。で、粗塩も昔ながらの作り方の粗塩じゃないと意味がないもんで。で、まあ、一番いいのはおそらく、ぬちまーすだと思うけどね。で、一応今のところ効果があったのは海の精。海の精のやつは効果があった。ってところです。で、まあ、分かったのは、塩の入った活性器だね。塩の入った活性器は胸に当てると、なんか精神的に不安定な時に胸に当てると、スーッと楽になる。心が楽になる。嫌な感覚がね、ふわーっとね、抜けてくんだわ。消えてくっていうか。活性器の方に、まあ、なんか、抜けていく感じっていうのかな。そういうのがあるもんで。なんで、まあ、精神的に不安定な時とか、まあ、そういう風になる人、なる時っていうのは必ずあると思うし。多分で、作っておくといいかもしれないね、活性器。まあ、今のところ試したのは、糖蜜で作った活性器だけどね。糖蜜で作った塩入りの活性器なんだけどね。それが効果があった。まあ、100日ぐらい熟成させる必要はあるかもしれないってとこです。まあ、その辺はもっと実験しないとね、作って1週間でも案外効果あるかもしれないし。まあ、そこは試してみないとっていうのは、まあ、今後試していこうかなと思ってますけど。で、糖蜜がね、割と高いんだわ。高いしね、あれ、飲む方に使えないし、塗る方にも使えないもんで、あんま意味ないんだよね。風呂に入れるのはまあできるし、あとまあ、なんだ、庭に撒くとかね、そういうのでもいけるんだけど、量とか限られちゃうもんで、まあ、糖蜜で作ったやつじゃなくて、できたら果物ジュースだね。アップルジュースで作った活性器。で、これに塩を入れたやつだね。で、試してみて、効果どうかなっていうのは、またちょっと試そうと思ってます。それで効果あるんだったら、もうそれが一番いいもんで、それだったら体にも塗れるし、まあ、どの用途にも使えるわな。まあそんなところですね。まあとりあえず分かったこととしては、塩、粗塩の入ってない活性器は使えないっていうね。精神の効果の方には使えないってとこですね。まあそれが分かった。まあそれぐらい、今日はそれぐらいかな。あとね、その塩の入ってない活性器はね、ガスの出がなんかいまいちだったんだよね。
あのお湯につけるとね、大体あのこの間のやつだね、この間の精神にすごく効果があったって言ってた活性液、塩の入った活性液はね、お湯の中に入れとくとね、ペットボトルのままね、そうするとあの熱で微生物が活発になってガスたくさん出すんだよ。だペットボトルがボーンって膨らむんだけど、あのね、塩の入ってない活性液だね、塩の入ってない糖蜜で作った活性液、普通の活性液、これはね、あのお湯に入れてもね、あんまり膨らんでこないんだよ。なのでね、微生物があんまり活発になってないんじゃないかな、あれ、あんまり、元気がないっていうかね、そんな感じ。そういう活性液だと効果がないのかもしれないですね。まあその辺もまあ今後いろいろ試してみてね、はっきりさせていくっていきたいとこですね。微生物が活発だったら効果があるのか、あるいは塩が入ってるから効果があるのかっていう、この2種類の可能性、あるいは両方なのかっていうね、まあこの3種類の可能性が今のところあるってとこです。で今日ね、今朝ふっとね、体重測定やるちょっと前にね、ちょっと前にこのストーブの前で少し温まってたんだけど、その時にね、ふっと見たら、本棚の中にね、本棚の中でね、このミネラルの本っていうね、これ、谷越金次さんってかな、谷越金次さんだってんのかな、これ。これ、日刊工業さんだね。日刊工業新聞社さんが出してる、とことん優しいミネラルの本っていう本だね、これ。合ってる。谷越金次さんですね。この方が、科学評論家、技術コンサルタントですね。開発技術研究所、技術顧問。関東農会大学の客員教授って書いてありますね。著者、なんかたくさん本出してますね、この方。大体、電気関係かな。電気関係の本が多いってとこですね。まあ、工業だからかな。で、この方が出してる本。これがね、ちょっと目についたんだわ。たまにあるんだよ、たまに。たまにふっとなんかね、本がね、読んでるような感じがするっていうのかな。わかる人にはわかる。本をたくさん読んでる人はわかるかもしれない。ふっとなんかね、本が読んでるような感じっていうのが、なんかね、なんか気になる。妙にその本だけ気になるっていう時があるんだよ。そういう時に読んでみるとね、自分が求めてた情報が書かれてたりするんだわ。はあ、面白いよ。間違いなくね。自分が求めてるもんが見事に書かれてたりするっていうか、欲しかった情報がいっぱいあるっていうね、そんな感じ。でふっと見たら、なんかこの本、このタイトルのね、この本だけね、なんか読んでるような感じがしたんで、読んでるっていうかね、なんかね、なんかあるような感じがするっていうのかな、なんかそれを読みなさいって言われてるようなっていうか、それを取りなさいって言われてるような、そんな感じがするっていうのかな、なんか気になるっていう、妙に気になるっていうのかな、まあすごく微妙な感覚なんだけどね、すごく微妙な感覚なので、今まででも何回かあって、その度にそれ取って読んでみると、自分の求めてた情報が見事に書かれているっていうことがね、 100% あったもんで必ずなんだよ、必ず。でこれもね、例外なく、ちょっと気になって今本ちょっと取ってみた。前に買った、昔買った本なんだよこれ。だいぶ買ってから随分経つよこれ。でまあどのぐらい前だろう、どうだろうな、20年前までいかないけど、まあそのぐらい、20年に近いぐらいかな、17、18年前かな。そのぐらい前に買ったやつだと思う、確かこれ。すごく昔だよ、これ買ったの。2006年初版だね。2006年。あれ ?2006 年 ?13 年前か。13年前。そんな17年も前じゃないな。13年前だな。てか、10年以上前だな。多分、本屋さんで買った。そうか、これそんなにあれか。大学にいた時に買ったやつかなと思ったけど、違うかな、じゃあ。まあいいや。
で、この本の中にね、この本の中に、純粋、前に話したよね、純粋。純粋の純に水って書いて純粋。まあ、精製された水なんだよ。これが、スーパーとか、あと薬局にもね、自由に組めるようになってる、そういう装置、機械が置いてあったりするんだけど、で、一時期なんかテレビかな、で、流行って、で、たくさん、取りに来る人がいた頃があったよね。でそれから体を壊す人が出てきたりして、で急速に誰も求めなくなったっていうね、あったよね。でそのことに関してこの純粋のこともね、この本に載ってた、載ってた。で見事に体に悪いっていうふうに書かれてるね書かれてる。金魚とかもそういう水に入れるともうダメになっちゃうっていうか、で 人もそれ飲んだら体に悪いよっていうのが書かれてるんだよ。ただ工業用にはすごく使える水になるもんで、工業に使うならいいんだけど、人が飲むものではないっていうことだね。つまり精製した水っていうのは人が飲むもう水ではなくなるっていうことなんだよ。で病気になっちゃうよっていうことだね。で問題なのはこの水が意図的に人を病気にするために広めたものなのかどうかっていうとこなんだよね。そこが問題なんだよ、一番大事なのはね。で純粋っていうのもね、そうやってみんなに販売する時に、販売するっていうか容器だけ買ったら自由に組めるようになってたから、ほぼただみたいなもんだよね。ただだもんでみんな喜んでね、組みに来てたと思うんだけど、ただより怖いものはないとか言うけどねまさにそれがぴったり当てはまるケースかもしれないね。そのただの裏には人を病気にすることによって、儲かる人たちがいるっていうね、そこをもしかしたら狙っていたのかもしれないっていうね、もしかするとね、そういう可能性もあるわけだ。だけど普通に考えてね、病気になる人が出てくればね、そしたらもう口伝いにみんなやばいぞやばいぞってなるわな。そうするとスーパーの方もね、不信感持たれるし、スーパーとか薬局の方もね、不信感持たれて、結局のところはマイナスになるわな。それもそういうね、純粋をみんなに配るっていうのを展開する前にすでに分かってたことだと思うんだけどね。気づいてなかったとはちょっと考えにくいんだよね。分かっててやってたのかなっていうのもあるし、でもしかしたら誰もみんなそういうのを気づかなくって、で、うまくね、みんなが病気になってくれるのを期待してた人たちがいたのかもしれないとかいうのはあるよね、普通に考えてね。だけど純粋っていうのもちょっとネットで調べたらね、体に悪いっていうのはすぐ出てくるわけだし、こうやって本にね、 本でも体に悪いっていうのは言われてるわけだし、ただこういう本を読んだ人っていうのはそういないと思うけど、ただ今はネットがあるもんで、ネットでちょっと調べたら体に悪いっていうのはすぐ出てくるから、当時出てきたのかどうかは今となっては分かんないけどね。でも何かしら悪いっていう情報はあったはずだと思うし、そういうのはね、純粋精製された水に関しては随分昔からねあるものだから、それによって体に悪いっていうのはおそらくネット上にはあったはずなんだよ、情報としては。だからそういうものを展開するスーパーとかね、薬局がそういうものは展開する上で事前情報で最初調べるよね、いろいろ大丈夫かどうかって。その時には情報があったはずなんだよ、体に悪いっていうのはね、知ってたはずなんだよ。で知っててそれでもあえて提供したっていうねところに何か裏がありそうなんだよねっていうのをもう普通に考えたら絶対やらないじゃん、やらないよね。先が見えとるもんね。でお客さんがネットで調べて体に悪いっていうのが分かればね、なんで体に悪いものを提供してるのって話になるもんね。そうすると立場が良くなるのはスーパーとか薬局だよね。ってことはあれを提供することによってある程度の大きなお金がスーパーとか薬局の方に流れてる可能性っていうのかな。それによって動いたっていうね、損得感情で動いたっていうね、そういう可能性もあるわけだ。
そうするとその動いたお金どっから来たのかなみたいなね、まあいろいろ考えちゃうよね、うん、でまあそんなところは結局はね、まあそう調べてもね、うん、まあそっとしておくのが一番いいっていうところですけど、ただ一つ言えるのは知識だね。知識はやっぱ大事だなっていうところですね、うん、やっぱ知識がないと、うん、結局はそういう病気とか被害に遭いやすいっていうのかな、そういうのがあるもんで、まあいろいろ調べるっていうことだね。ネットがあるもんで、うん、今はスマホで簡単に調べることもできるし、だからやっぱ調べるっていうのは大事だなっていうところです、うん、あとまあみんなの口コミでね、うん、人伝いに聞いて、でいいか悪いかっていう情報とかもね、入念に入れていくっていうね、順次入れるっていう、やっぱり情報知識っていうのは大事だなってとこですね、うん、じゃないと、まあ、病気になったり苦しい目に遭う可能性もあるって、そんな感じですかね。まあそんなところで、この中にミネラルの方のこの中にね、他にもいろんな情報が入ってて、水に関することもあったんだよ。還元水っていうのがね、体にいいみたいな、体にいいっていうか体を若返らせるっていうね、そういうのも書いてあったもんで、まあその辺もちょっともう実験の方で使えそうだったら使っていくっていうか、進めていくっていうか、水に関してね。でちょっとまあ朝読んだんでは体重測定するちょっと前にね、少し読んだんだけど、その中でね、やっぱねミネラルとかよりも還元水っていうのがやっぱ体にはいいらしいんだけど、その還元水の具合を測る数字っていうのがあって、でその数字がマイナスならいいんだけど、プラスに上がってると良くないんだよね。そうすると酸化で体が酸化して老化しやすくなるっていうね、うん、酸化と還元っていうのは表裏一体っていうか、表と裏なんだけど、うん、で酸化の方に傾くと活性酸素とかね出て、で体が老化していく。で還元の方に傾いていると体が若返るってやつだね。うん、で EM が還元っていうところですごく有効だっていうのが情報の中にあったもんで、 EM は若返る方にプラスになると思うんだよ。でそれとは別に水だね。水でもまあ、調べ見るこの本読む限りだと、水道水はね酸化の方にかなり傾いてるもんで、やっぱ取ると老化していくっていうところだね。体に良くない老化していくっていうのが書かれてた。でミネラルウォーターはどうなのかっていうのもこの本には書かれてて、ミネラルウォーターもねプラス寄りなんだわ。かなりプラス寄りっていうか、うん、その酸化の具合の数字がプラス300、このぐらいが水道水で、プラス200ぐらい、このあたりなのがミネラルウォーターなんだって、うん、でまあ、プラマイゼロからマイナス50とか、そのミネラル量体よりも還元の方に近いっていうのかな、つまり体が若返る方に近い水っていうのが深井戸の水とか、あとまあ湧き水とか、そういうふうに書かれてるね。なのでまあ選ぶとしたら深井戸の水か湧き水なんだよ。湧き水、まあその辺選ぶのが一番いいってとこですね。で今私が飲んでるやつは深井戸かどうかは分かんないんだけどね、うん、分かんないんだわ。どのぐらいの深さから汲んで出してきてるのか分かんないんだけど、まあ神社の井戸水を使ってるってところです。でここからまあ取りに行ける範囲の水、湧き水だと限られちゃうんだけどね、そんなに有名な湧き水はこの周辺にはないもんで、かなり走らないとないもんで、結局選択肢がないんだわ。まあだからこの辺で生水、ちゃんとした生水だね。ミネラルウォーターは結局火通しちゃってるみたいだもんで、まあ殺菌するためにね、火通すか何の中の処理をされてるっていうね、うん、まあ膜を通してるとか、うん、何らかのことやっちゃってるもんで、なんであんまり使わない方がいいってなると、もう生水でまあ選択選べるものって言ったら、もうこの辺だともう井戸水しかないもんで、
で神社の井戸水をまあ扱うっていうのが、まあ、私今の現状の実験の上ではまあ最適かなっていうところです。もっとね、あの有名な湧き水のところが家の近くにあったらね、それ使うとこなんだけどね、うん、まあ現状そういうわけにいかないもんで、でまああと還元に関してはやれる範囲でやるってとこですね。一応なんかその機械、還元水にする機械もここに紹介されてたけど、その還元水にする機械が手に入るようなら実験に使うし、手に入らない、まあ値段が高すぎて手に入らないだったらまあやめとくけど、うん、まあ一回ちょっとそれもネットで調べてみようかなってとこです。うん、まあそんな感じですね。うん、で明日からはもうあのフレッシュジュースとあとグリーンスムージーを使ったグリーントーヤ、とにかくこの2つでやっていく。でコレイチとか果物ジュースはなるべく取らないようにするっていうとこですね。でそれだけだと、まあ、ちょっと味的にねきついかなっていうのもあるもんで、なのであのカゴメのスムージーシリーズで他の味だね、330ミリのちっちゃいやつの他の味、これが160円ぐらいで、まあ、買えるもんで160円で、グリーンスムージーが1本で4回分まあ大体取れるんだけど、これが400円だからコスト的にはまあそこから100円プラス、あと有機豆乳がまあ200円ぐらいだもんで、で200円ぐらいでそこからまあ4回分取ったとして50円だよね。そうするとまあ1杯150円ぐらいってことなんだ、コスト的にね。だからグリーントーヤは1杯150円のコストなんで、この金500ミリだけどね。でその500ミリ150円のコストと、あのカゴメのそのスムージーシリーズ330ミリのやつだね、これとまあコスト的に同じだもんで、量的には違うけど味のバリエーションは豊富だし、値段的にもまあコスト同じぐらいならまあありかなってところですね。だ全体的には今までよりもちょっとお金かかっちゃうけど、その分あの量を減らしていくだね、減らしていく、まあ、1リットルから 1.5 リットルぐらいでやれるようになれば、まああのコスト的にもやいけるかなってとこですけど、 1.5 プラスあのそのねスムージーシリーズの330ミリの小さいやつを1本ね、1日1本ぐらいのペースで飲んだりするのであれば、まあ2リットルはいかないぐらいか、まあ2リットルぐらいになるわな、うん、あのフレッシュジュースを800で作るのであれば、まあ 1.5 リッターの時だと1800ぐらいになるもんで、それプラス330入れたら、まあ、ちょうど2000ぐらいってことだ。まあとりあえずこの辺でやれたらまあ万歳でしょうってとこですね。うん、まあ 2.5 以下ぐらいでとにかく進めていく。で、あのどんどん量をね、慣れてくれば、だいたい容量分かって慣れてくればね、リラックスも上手にできるようになってくれば、1リットルでやれるようになると思うから。フレッシュジュースとグリーントーヤーなら1リットルでやれると思う。うん、いけると思うんだわ。まあ、完全にリラックスして心と体があの、まあ、負担ゼロの状態になればね、なれば1日1リットルでいけるようになるもんで、とにかくそこを目指すってところだね。で、まあ、今後ちょっとゲームはやらない。いやゲームやるとね、やっぱゲーム疲れどうしても起こすもんで、で今のところ2つだけノベルゲームで2つだけまあ入れてるやつがあるけど、それはそんなに負担がないもんで、まあ息抜き程度でちょっと見るとかねぐらいでまあいいかなって思ってます。でまあ、とにかくあのこう精神的に負担にかかるようなものはもう排除するって形で、ゲームはあのなるべくやらないように、なるべくっていうかまあやらないようにするだな、うん、やれば疲れちゃうもんで、そうすると飲む量が一気に増えちゃうから、まあ、そうすると、まあ、実験としてうまくいかなくなっちゃうもんで、まあ、そこだけ気をつけて進めていくってところです。まあ、そんな感じですね。そしたら、絶食660日目完了です。それではまた明日。